はい、えー、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思いますで、このチャンネルはですね私が一日一冊を目標に本を読みましてその内容をこうやって動画にしてレビューをしていくと いいう内容になっていますでまああの多いのはですねビジネス書であったりとか、まあ、心理学の本とか、えー、また、あ、は習慣化の話とかですねまあ、そういった話が多いかなというふうに思います。で最近他にもですねお金とか投資についてまあ、資産形成の話とかそういうこともまあ自分で勉強を始めましたのでそういう内容も紹介してます。 でもしよろしければ、まあ、あのチャンネルの画面に行っていただいてですね再生リストがありますので、まあ、そちらからあの興味がある内容があれば読んでいただければいいかなというふうに思ってますで今日はですねこの、えー「大学生物学の教科書」という本をご紹介したいと思いますで実はこれ、えー、と昨日おとといとご紹介をしてるんですけれどもえっ、ー、と明日もしますなので、えー、と私が読んだ中の4巻のうちの、まあ、3巻目になります でこの本自体、まあ、翻訳自体は、えっと、第5巻まで出てるんですけどもちょっと5巻は私が、えー、ちょっと興味が、えー、あんまりこうグッと引かれなかったんで勝ってませんなのでちょっと今日と明日まで、えっと、この本をご紹介したいと思いますでこの本はですね、えっと、1巻のところでもご説明をしてるんですけれども、えっと、アメリカの MIT で一般教養としてまあ学ばれている LIFE という教科書がありましてその教科書の中から、えー、まあ1巻に分かれ あの、この本、この翻訳版で相当1巻に相当する細胞生物学と2巻で分子遺伝学で3巻が分子生物学という内容にまあ翻訳された。そのパート3になります。で、えっ、ー、と。まあ、この本のターゲットとしてはまあ高校生かえまあ大学生か、もしくはこれからまあバイオテクノロジーを勉強したいと思っている社会人をまあ対象に書かれているということだそうです。まあ、書かれているというか、ま、そういう人にまあ読んでもらうといいかなということが書いてました。 で、えー、と内容としてはですねちょっとまああのマニアックになってくるので、ちょっともうショーのタイトルは読みませんけれども、えー、と細胞の情報伝達であったりとか、まあ、遺伝子の組み換え技術、まあ、DNA 編集とかゲノムとかってよく言われますけれども、まあそういった、えー、まあ、ゲノム編集のテクノロジーとか、あとは免疫系についてですね、あとは発生と進化。 ちょっとここはあのまあ、一般の方にイメージつきにくいまあ。進化はまあそのまま進化なんですけども、ちょっと発声とかはちょっと難しいんで、今喋らないでおこうかなと思います。けれども、えー、まあそういう内容になってます。で、えっ、ー、とまあ、特にこの中でま1番重要なのは？ えとまあ遺伝子組み換えの技術のところまあこれはちょっと応用の内容になるかと思うんですけどもその部分とまた細胞の情報伝達ですねでこの情報伝達シグナル伝達とかよく言われるんですけどもここはですね私はあんまりこう勉強してなくてあの詳しくないんですけどもまあ、実はそのまあ我々が生きている環境の中でまあえー、どのようにして外部刺激に対して応答しているかとかですね、えー、とまあそういった内容になりますので結構重要な内容です。で えとまあ、例えば今パッと開いたところにあるんですけどもあ、まあ、ちょっと詳しく説明してもわからない方もいらっしゃるかと思いますけれども、まあ、例えば細胞膜がこういうふうにありますとでその細胞膜を隔てて細胞の内部と外部ともちろんあるわけなんですけども、えーとまあ、その内外でどういうふうに情報をやり取りしているかとか。 情報というか、まあ、化学物質であったりとかその化学物質を結局情報、まあ、トリガーとして利用してえ情報を伝達しているとかですね、まあ、そういった内容に、えー、の説明があったりとかあとは DNA のところですね、まあ、多分一般的に分かりやすいのは遺伝子組み換えの技術、えー、DNA のところっていうのは、まあ、あのニュースとかでもよくあるので、まあ、分かりやすいかと思うんですけれども、まあ、あの例えば、えー、そのこういった技術を利用して、まあ、大腸菌っていう生物にですね、まあ、特定の遺伝子配列を持った 遺伝子を組み込んであってでそれをまあ大腸菌を培養することによってその遺伝子を増やすと。で増やしたらまあ,あと大腸菌はまあこうバラバラに壊してしまって必要な遺伝子だけ取り出して、まあ、結果としてその必要な遺伝子が増えているっていうまあ遺伝子のテクノロジーってちょっと変なんですけど、えー、とまあそういう遺伝子編集,、まあ、編集そうですね、えー ゲノム編集のテクノロジーがあったりとか、まあ、そういった内容が紹介されてます。であのー、まあなかなか普段直接的にそういう内容がえっ、ー、とーまあ自分の耳に入ってくることってあんまりないかと思うんですけれども例えばですねそのお米を遺伝子改変して、えー、病気に強い、えーまあ、米にしたりとか、まあ、別にお米に限らずですねいろいろな作物を、まあ、病気に強いようにし遺伝子改変をして、えーまあ、より 例えば生産性が上がるとか、えーまあ、味が美味しくなるとかですね場合によっては、まあ、そういうこともまあ今では実際ある部分で起きてますので、まあ、あのそういった内容を理解しようと思うと、まあ、面白い内容かなと思います。 はい、あと免疫系ですね、これはちょっともうあの長くなっているので、えーと、簡単に説明しますけれども、まあ、人っていうのが、まあ、そのどういった免疫系、抗原抗体反応っていうのを、えーまあ、活用して、その免疫っていうのを発現しているかっていうところですね、まあ、その辺もよく説明されていると思います。で、最初に言いましたけれども、まあ、基本的に MIT の一般教養で読まれているような内容なので、えーとまあ、非常にしっかりした内容が書かれてます。で まあただ図表とかが多いんでですね、まあ、読んでてあの興味を持って読めればしんどいことはないんですけれどもで非常に分かりやすいですしただまあページ数が多くて、えー、と1巻も2巻も3巻もですね多分300ページか 400, 400ページぐらいありますので、まあ、ちょっと読み込むにはタフな内容かなというふうに思いますで私自身もあのきっちり全部実は読んでレビューをしてるわけじゃなくてバーって読んでですねあこういう内容かと思って、えー、と今日はお話してますので、あのー、手元に置いといて またあのこう興味を持ったタイミングとか、まあ、時間が空いた時に、まあ、読んであの理解を深めたいなというふうに思ってます。はい、で、ちらっと言いましたけれども、えー、と明日でこのシリーズは最後にしたいと思います。第4巻の、えー、と進化生物学というところを明日ご紹介をしたいと思います、はい、今日は以上です。